皆さん、こんにちは。ジコンです。ということで、今回もウィニングレブン2020やっていきましょう。今回は今朝行われた、ウィニングレブンのライバルゲーム、FIFA などを手掛ける EA エレクトロニックアーツのゲーム発表が行われましたので、そちら側で流れた PV を見ながら、 ウィニングレブンライセンスの話をしていこうかなと思います。はい。まあ、ウィニングレブン2021もまあ、そろそろ情報出てきてもいい頃なんですが、全く出てきていないですし、まあ、ライセンス関係気になっていると思うので、そちらのね、えー、話題なんかも触れていきたいと思います。えー、まず少しだけ FIFA2021、あ、FIFA は21なのか、21だけですね。FIFA21、えー、の話もしていきますが、FIFA21、えー、は、えー、10月9日発売ということになってます。エディションによっては、 は10月6日からプレイが可能みたいですね。えー、前作は FIFA20 はえ9月27日発売だったのでだいたい2週間遅れぐらいですかね。 さらに FIFA21 を PS4 そして Xbox One 用のソフトで購入するとそれぞれの次世代ゲーム機 PS5 と Xbox Series X があれば無償でアップグレードされるということでこれはかなりいいところですねそして PS5 と Xbox Series X にも登場ということでその辺もねかなり注目されますねちなみに体験版は11月1日から配信される予定です はいえ。無償アップグレード。これ嬉しいですね。まあ、ぜひ、ウィニングレブンにも来てほしいところですね。あと PS5 などの次世代ゲーム機でもプレイできるということで、まあ、その辺もちょっとね、グラフィックとかもね、結構気になるので、その辺もウィニングレブンにも期待してほしいですね。はい。まあ、ウィニングレブンもそうなってほしいところですね。 はい、えー、ここからは公開された FIFA21 の映像からウィニングレベルのライセンス関係の話をしていきたいと思います、えー。先に結論を言うと、公開された映像を見る限り大きくライセンスは変わらないのかなと思われます。 はい。えー、まずはですね、ウィニングレブンにレアルのライセンスの話もありましたが、まあ、このようにアザールユニフォーム着ちゃってるので、まず独占は確実にないということが言えるかなと思います。あと、アトレチコの選手もね、何人か映っていますが、それも含めてライセンスの復活もありえますが、これ見る限り、まあ、普通に考えるとないのかなという感じはしますね。他のリーグで言うと、プレミアリーグだと、えー、マンチェスタイナイテッド、アーセナルのライセンスがありますが、現在。 映像にはそのチームの映像はありませんでした。マンチェスターシティ、チェルシー、トッテナム、リバプール、この辺は登場したことから、まあ、プレミアリーグのライセンスも大きく変わらないものかなと思います。マンチェスターユナイテッド、アーセナルは継続で収録されるのかなというところですね。あと、ブンデスリーガでいうとドルトムントの映像もありましたので、おそらくウィニングレブンにはドルトムントは来ることもなさそうです。 はい、えー、今回のまあ内容をまとめると、現在メインパートナークラブ、バルセロナ、バイエルンを含む4つのパートナークラブ、そしてアーセナル、そして、えー、セリエアのチームが映像には一切登場しなかったことから、セリエアもウィニグレブン2021に収録されるものかなと考えられます。 はい。ということで、今回は FIFA21 の映像からウィニングレブライセンスの話をしていきました。いかがだったでしょうかまあ、今のところの情報で、まあ、ここの映像を見る限りえ、ライセンスは大きく変わることはないのかなと思います。 はい。あとは、まあ、南米とか、まあ、他のね、えー、細かなところのライセンス関連はまだ分からないんですけど、その辺もね、えー、結構気になるところだと思いますので、こちらのチャンネルではその辺も追いかけていこうかなと思います。えー、また、ウィニグレブン2021の情報も入ってきましたら、こちらのチャンネルで紹介していきますので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。まあ、ウィニグレブン2021も FIFA のようにね、PS5 での無償アップグレードとか、えー、その辺にも期待したいところです。チャンネル登録までの方は、ぜひチャンネル登録、高評価、Twitter のフォローな などぜひよろしくお願いいたします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。